皆さんこんにちは。釣りバカ日誌でおなじみの三国連太郎さん、撮影中に不適切な行為の真相、大物女優が被害に遭った行為の実態、隠し子、遺言無視と言われる真相といった様々な謎について紹介します。まずは三国連太郎の経歴とプロフィールから紹介します。三国連太郎は日本の俳優、映画監督、本名は佐藤正夫、息子は俳優の佐藤浩一、孫は俳優の寛一郎、群馬県小田市生まれ。個性派俳優として日本映画界を牽引し、圧倒的存在感をスクリーンに残した。日本を代表する名優の一人、デビュー以後ビルマの盾ごと、飢餓海峡、裸足の弦、光ゴケなど社会派作品から、未完の大曲三旅の海峡、大河の一滴など中国を中心にした国際合作、犬神屋の一族、野生の証明、マルサの女2などの娯楽大作まで、主演助演を問わず幅広く出演。映画出演の本数は180本余りに及ぶ。その徹底的な役作りは真骨頂と評され、エピソードも残している。母親が16歳の時、一狩さんにより広島県呉市の海軍軍人の家に女中奉公に出され、ここで三国を身ごもり追い出されて帰郷した。帰郷の途であった静岡県の沼津駅で父親と出会い、1922年に父親の仕事先であった群馬県太田市にて結婚。翌年1923年1月に三国が生まれた。この育ての父親は電気工事の渡り職人で、生後7ヶ月の時、一家で父親の故郷静岡県西伊豆へ戻った。その後、旧制豆幼中学を2年で中退するまで土井町で育った。中学時代は水泳部で活動したが、2年生で退学した。これより父親の怒りを買ってしまい、暴力から逃れるため下田港から密航を企て青島へ渡った。その後釜さんで弁当売りをし、帰国後には大阪で皿洗い、ペンキ塗り、旋盤工など様々な職に就く。1943年12月、20歳の時大阪で働いていたが、徴兵検査の通知が来て故郷の伊豆へ戻り、講習合格後、実家へ戻った。するとお前もいろいろ親不孝を重ねたが、これで天使様にご奉公ができる。とても名誉なことだという母の手紙が来た。三国は、戦争に行きたくない。戦争に行けば殺されるかもしれない。死にたくない。なんとか逃げようと考え、同居していた女性とすぐに郷里の静岡県とは反対の西へ向かう貨物列車に潜り込んで逃亡を図った。逃亡4日目に列車を乗り継いで山口県まで来た時、母に僕は逃げる、どうしても生きなきゃならんからと手紙を書いた。親や弟、妹に迷惑がかかることを詫び、九州から朝鮮を経て中国へ行くことも書き添えた。数日後、佐賀県予備湖で船の段取りをつけていたところで憲兵に捕まり連れ戻された。処罰は受けず、みんなと同様に赤たすきをかけさせられて、静岡の歩兵第34連隊に入れられた。中国へ出征する前、最後の面会にやってきた母がきついかもしれんが、一家が生きていくためだ、涙を飲んで戦争に行ってもらわなきゃいかんと言った時、母親が家のために黙って戦争に行くことを息子に強要し、逃亡先からの手紙を憲兵隊に差し出したことを知る。家族が村八分になるのを恐れ涙を飲んでの決断だったという。中国の前線へ送られた三国の部隊は総勢戦数100人だったが、生きて再び祖国の土を踏めたのは20人から30人に過ぎなかった。戦地へ向かう途中、身体を壊し熱病にかかる。10日間意識不明になり、死んだものだと思われ、工場の炭でむしろをかぶせられて放置されていたが、焼き場に運ばれ、いざ焼く番になってむしろを剥がしたら目を覚ましたという。観光の兵器勤務課に配属され、この部隊で終戦を迎えた。なお、三国自身は銃を一発も撃つことはなかったという。1945年の敗戦時、収容所に入れられ、独自に作った化粧品などを売って過ごした。中国からの復員の際に、妻帯者は早く帰国できるということで、同じ佐藤省の女性と1946年4月に偽装結婚し、同年6月に引き上げ、復員時に長崎県佐世保市から鉄道で広島駅へ達した際には、駅から四国が望まれ、原子爆弾の脅威を知る。
その後は多種多様な職業に就く。宮崎県宮崎市の妻の実家に身を寄せて宮崎交通に入社。バスの整備士として2年勤務。1948年、女児を身ごも持っていた妻と離婚して鳥取県倉吉へ行く。近くの三朝温泉へ行った時、戦争中に満蒙開拓団に関係していた人と知り合いになり、その紹介で県農業会に入り、組合長の秘書を務めながら農村工業課を新設。さつまいものでんぷんからグルコースを採取する作業を指導する。間もなく土地の資産家の娘と再婚。1950年、単身上京して福島県福島市を拠点に闇商売を始め、一時は大儲けするが結果的に挫折する。同年12月、東銀座を歩いていたところ、松竹のプロデューサー小出光にスカウトされ、松竹大船撮影所に演技研究生として入る。スカウト時にはプロデューサーの大船のスタジオにカメラテストに来てくれないかとの言葉に、電車代と飯代を出してくれるならと答えたと述懐している。またこの映画界入りの背景は偶然ではなく、東銀座でのスカウトの際、松竹のあなたの推薦するスター募集に倉吉時代に出入りしていた写真館の主人が三国の写真を送っていたことを知る。1951年、木下圭介の監督映画全魔にレッドパージで出演取り留めとなった岡田英二の代役として松山善三の推薦により抜擢されデビュー。役名の三国連太郎を芸名にする。この演技により第2回ブルーリボン新人賞を受賞する。デビュー当時、松竹が紹介した経歴は本名、生年月日、身長、体重を除いてほとんどが嘘だらけだったが、それもまた役者の象徴として平然と聞き流すのに対して、木下は俳優としての本質的な良さを認め、三国もその資質を生かすことに努める。また木下の勧めで3ヶ月ほど俳優座に通った。2012年9月、同年春から首都圏近郊の療養型病院に入院していることが報じられた。また2012年9月13日号の週刊文春では老人ホームで暮らしていることが報じられた。2013年4月14日午前9時18分、東京都稲城市の病院で急性呼吸不全により死去。90歳没。生前、改名はいらない、三国連太郎のままでいくと話していたという。子供について三国さんはその後も数多くの女優と噂されるのですが、3度目に奥さんにされたのは当時神楽坂一の売れっ子芸者だった石原敏子さん。三国さんは1952年、映画戦国無頼の撮影の合間に石原さんと知り合われたそうで、いつ頃交際に発展したのかは分かりませんでしたが、1957年に再踊り事婚され、その後1960年に男の子が誕生。この男の子が後に俳優となる佐藤浩市さんです。ちなみに娘さんもいらっしゃるそうですが、一般の方のようで詳しいことは分かりませんでした。三国さんは1972年10月、3番目の奥さんである敏子さんと離婚。そして1976年、4度目で最後となる結婚をされたのでした。ちなみに奥さんは智子さんという方で、共通の友人だった写真家の子喧嘩業家さんという方の自宅で知り合われ、意気投合されたそうで、その後智子さんは糖尿病を患い入院されていた三国さんの看病に毎日病室を訪れていたそうですが、三国さんは智子さんをまるで天使のように見えたとおっしゃっていたとか。ただ智子さんのご両親は当然ながらお二人の結婚に大反対。すると智子さんは家を飛び出し三国さんと一緒に住み始めたのでした。三国さんは明るく笑顔の絶えない智子さんと一緒に暮らすうちに性格も変わっていったそうで、今までなら妻と連れ立って人前に出ることを嫌っておられたこともそうではなくなり、晩年には智子のために長生きしなくてはと言われ、智子さんとの生活を大切にされていたとのことでした。また三国連太郎は女優たちとの関係でも知られており、シーンでは前張りなしで本番に挑むなど熱演を見せました。女優たちとの撮影中には暴力的なシーンもあり、その姿勢に感銘を受けた女優もいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。
何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。